今回ですね、J1 第9節、2試合をお届けしたいと思います。はい。なので、昨日7試合を解説させていただきました。で、新たな試みということなので、今回の2試合に関してはホワイトボードとマグネットを使って解説させていただきたいので、早速いきたいんですが、で最後にベストイレブンと MVP とベストゴールとベストセーブを挙げさせていただきますということなので、この動画を見ていただいて最後に、もしも今回の2日間にまたがってやったんですけど、この動画が良ければグッドボタンで、前回までの、まあ、前までの方式ですね、良ければバッドボタンでっていうのを、皆さんにご意見いただいた中で、これからね、J リーグの楽しさを伝えていきたいと思いますので、早速いきたいと思います。早速なんですが、セレッソ大阪対 FC 東京ということで、今回ですね、こちら側が赤のマグネットがセレッソ大阪で、こちら側が FC 東京ということで、解説していきたいんですが、まあ、結果からすれば0対0でしたね。はい、はい、なので、まあ、あの得点経過というよりですね、まあ、両チームのストロングポイントだったりっていうのを試合の中で、感じたところをちょっとお伝えできればなっていうふうに思います。でですね、まあ、セレッソ大阪やっぱりですね、守備の距離感がいい。なるほど。あの失点が少ないで、特にここのですね、聞いてる、選手なんですが、ここのまずダブルボランチ、藤田選手とデサバト選手、はい、ここのまず、ポジショニングが絶妙にいいですね、ここの2人の選手で、絶妙にいいというのも、ですね、そのやっぱり守備になって自陣にブロックを引いた時に、そのサイドとかもえぐられることありますね、どうしてもサイドで対峙して、はい、そうなるとディフェンスラインが下がります。下がりますね。下がるんですが、下がったら、ここのですね、ディフェンスはどうしてもマークがいるので下がるんですけど、ここのエリアが空いてくるんですよ。このエリアがここですね、このディフェンスライン、はい、でそこをプレスバックって言いますけど、ここで戻るんです、この2人が。でこのいい距離感にあるから、センタリングが来ても彼らがしっかりスペースを埋める、はい、で、攻撃時もサイドバックが高い位置を取ったりするんですけど、セレッソは両サイドバックが、こう攻撃時になれば両サイドバックがこう高い位置取ったりとかするんですけど、で、ビルドアップの時に藤田選手だったりデサバト選手が真ん中に落ちたりするとこもあれば、こうやってサイドに落ちたりして、うまくこのバランスを取りながらビルドアップをするっていうのがうまいですね。だからプレス回避に関してもすごくうまくいってるっていうところですかね。まあでもとにかくこの2人はすごく守備においても攻撃においても効いてます。あとですね、特徴的なところで言えば、やっぱ坂本選手、はい、やっぱドリブルの仕掛け、なんとか惜しいシーンありましたね、はい、得点には結びつかなかったんですけど、サイドからのえぐりとか、ね、仕掛けっていうのがかなり効いてると思います。あとはどっちかというと清武選手、中でもこうプレーできますし、でサイドバックを生かすっていう動きもしますね。で、対する FC 東京ですね、 FC 東京のやっぱり強みって言えばカウンターです。この永井選手、ディエゴ・オリベイラ選手、ここの推進力っていうのが半端ない、はい、半端ないですね。もう皆さん分かってるかもしれないんですけど、で守備になったら 4-4-2 になりますね。でレアンドロ選手が戻って4にしましたね、前半で言えば。でですね、やっぱり彼らのスピードとか生かす上では、まあ自陣にこうブロックを敷いたりするんですけど、そこからの推進力をこう生かして、カウンターにつなげたりっていうのが、まあ、あの FC 東京の、まあ、一つの強みですね。で、この試合で言えば、まあその推進力を見せる部分はあったんですが、惜しいシーンもまあ何度か見られたものの、やっぱセレッソの守備も良かった、はい、で、FC 東京もやっぱりしっかり中は強いので、両チームともセンターバック強いです。
聖子選手とマテイ・ヨニッチ選手、こちらだと渡辺選手、森重選手、ここら辺が真ん中が強いのでなかなか割れない。なので、やっぱ揺さぶりが必要というところで、はい、まあセレッソは結構サイドチェンジとかも駆使したりするんですけど、でそのサイドチェンジにしてもより深いところですね、この相手陣地のより深いところでサイドチェンジとかができることにより相手はかなり揺さぶられます。はい、でそれがまあ、あの手前っていうか、相手陣地より、まあ、自分の自陣にあの近いところでのサイドチェンジっていうのは、まあ、そんなに有効的ではないです。できればこの深い位置でのサイドチェンジでここで数的優位を作って、まさに清武選手とか、丸橋選手からオーバーラップしたりインナーラップしたりして、この深いところでセンタリングをするサイドチェンジからとかすごく有効ですね、そういうの、そういう攻撃の形は。はいはい、でもまあ FC 東京もなかなかねやっぱり、守備が強いっていうところで崩しきれずの0対0。あと最後にねキム・ジンヒョン選手のスーパーセーブもありましたね。ありましたね。はい、グッテレアンドロ選手がヘディングで最後ね、はい、惜しいシーンありましたけど、まあキム・ジンヒョン選手もねもう本当スーパーセーブっていうのは多いので、はい、やっぱ両チームとも今試合この試合ね、畑野選手か、出てたんですけどスタメンで、はい、前半坂本選手のね清武選手からのセンタリングを坂本選手シュートっていうところで、ビッグセーブしてましたね。やっぱりキーパーがスーパープレーというかキーパーがいいキーパーがいると締まる、うん、なるほど、はい、試合が締まる。なのでまあこの両チームとも守備はやっぱり硬いですね、真ん中硬いですし、だからなかなかまあこう綺麗な形で崩しきれなかったってい う内容でしたかな。はい、はい、だからまあ 0-0、まあ、最後のスーパープレーにあったしろ両チームとも守備の硬さっていうのを見せつつ攻撃も時折見せたんですが得点決まらずという試合でしたね。はいはいはい、続いての試合はサンフレッチェ広島対湘南ベルマーレの試合ですね。はい、でこちらがサンフレッチェですね、の布陣なんですが、でこちらが湘南ベルマーレというところで3バックですね、湘南どちらも3バック、はい、で前の形はちょっと違うんですけどワイドがいて中盤がダブルボランチがサンフレッチェがいればダブルボランチがいてワントップツーシャドウって感じですね。はい、で守備になると5バック気味になります。両チームとも5バック気味になります。で湘南で言えば 5-3-2 みたいな感じですね。こっちだったら 5-2-3 とか、この両ワイドが 5-4-1 とかになりますね。はい、なる時もありますね。で、はいという形なんですが、まあ終始まあ、ボールを保持するのはサンフレッチェ広島が多かったと思いますね。はい、はい、ボール保持するのは多かったというところで湘南もうまくねこうやって前からはめようとこの、2トップを3バックで回すのでサンフレッチェはで3バックで回すので湘南もこうやってうまくね 2トッププラスこの両方のどっちかですね、どっちかではめようとしてましたね。これを3バックをねこうやって形を変えながらね、このミッドフィルダーではいはいはい、はめようとしながらっていうところだったんですけど、まあ効果的な、プレッシングっていうのはなかなかね、高い位置で意図通りには取れた回数は少なかったかなっていうふうに思いますね。で、その中でですね、前半45分もうロスタイムは、もう試合終了間際ですね前半、はい、に、ハイネル選手からの、そのシーンなんですけど、ですねハイネル選手これがん違うなこちらあこれ再現した方がいいか一応一旦切りますか。はい、3はい、でですね前半45分ですねもう終わる間際だったですね。はい、で、湘南ディフェンスはですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人いました。9人も、はい、9人いました。で、
というのもやっぱ5バック1、2、4、5枚プラスミッドフィールダーも落ちてきてっていうところなので、はい、なかなかこじ開けるのは難しい。確かにそうですね、はい、というところでやっぱブロック作られてたらなかなかサンフレッチェとしても崩しきれないっていう部分はあったと思うんですが、はい、ここで、ハイネル選手が1回センタリング上げます。でキーパー谷選手がはじくんですね。でそれを柏選手がボールを追っかけてここで取ります。はい、取るんですがここで1回こう揺さぶられるわけですね。1回こうディフェンスラインは、はいはい、で、ここが一つポイントなんですけど、ここで一回バックパスします、佐々木選手に。でこれを佐々木選手がこのボールをダイレクトでセンタリングするんです。まず一つのポイント、ダイレクトでっていうのが一つ大きなポイントでしたね。はい、で、レアンドロ・ペレイラ選手、あと野上選手、野上選手が上がってきてたんですよ、この位置まで、はい、ディフェンダーのによって野上選手につられてディフェンダーがやっぱ食いついてしまった。このやっぱ高い野上選手がいることによってそこによって浅野選手があのボレーが生まれたっていうところですね。なるほど、はい、ここにいなかったら多分ケアしてたと思います、ディフェンスは。だからこの野上選手っていうのにやっぱどうしても気を取られてしまってヘディングも強いっていうところなので、ここで浅野選手が空きあのボレーが決まったっていうところですね。はい、はい、まあここが得点シーンの解説なんですが、で、その後ですね、まあ後半もほとんど広島ペースだったと思います、はい、で、レアンドロ・ペレイラ選手のロングねシュートでポスト当たったりとか、はい、惜しいシーンがいろいろあったと思いますね。で、広島としては、まあ、あと決めきるっていう追加点取れればもっとベストだったと思いますね。湘南ベルマーレとしてはやっぱりそのこの試合、イブスキ選手、大きいターゲットになる選手いましたね、はい、で、どうしても5バックに、湘南ベルマーレは、5枚を守備の時に5枚になるので5枚になってしまうので、攻撃カウンター時にやっぱり少し、まあ、ボールを奪ったとしてもちょっとこれ綺麗にやった方がいいかさすがに一旦止めましょう。でですね、湘南ベルマーレとしては、何本かチャンスはあったもののなかなか点に結びつけなかった、はい、で、一つのここ最近で言えるところなんですけど、まあ、湘南ベルマーレが今シーズンビルドアップっていうところにも、着手しているというところで、そこでですねやっぱり5バックになりますね。守備の時5、3、2ってですねいう形になるんですが、はい、やっぱり中は人がいるんで硬いんですよ。硬いんですがここでボールを奪った時です。カウンターに出るとしてもやっぱりこのミッドフィルダーの選手が追い越すか、このワイドの選手が下がりきってるとこっから出ないといけない。だからなかなか前に絡む選手が少ないんですよ。なるほど、はい、で、ビルドアップしてても一番いい形はですよ、このままターゲットになる選手がいましたね。今回で言えば指宿選手、はい、指宿選手高身長で、でこの指宿選手がより相手陣地のあとそのよりペナですね、ペナルティエリア、相手陣地のペナルティエリアの近いところで受けることができる形ができるとやっぱりチャンスが大きくなる。このペナルティエリアの中で受けるっていうのがやっぱり一つフォワードとして大事なポイントなんですよ。結構ゴールシーンとか見ててください、ペナルティエリアで受けてそこを起点に落としたりとか結構あると思うので、だからそこのそういう形、まあ、奪って地高でビルドアップをします。これが、湘南のね新たな一つのやり方としてあるんですが、そこからじゃどう攻略していくか、はい、でまあその指宿選手ターゲットが一つこのやっぱ相手陣地のペナルティエリアっていうところのそのに近いより近いところで起点になるっていうのを一つって言いましたけど、あとはサイドの攻防、同じシステム、まあ、3バック、湘南じゃなくてサンフレッチェも3バックなのでやっぱり一つのキーとしてサイドの攻防ですね。
はい、で今回で言えば鈴木、右サイド前半で言えばなんですが、まあ、渡選手と、柏選手ですね、はい、で左サイドは鈴木統一選手と、ハイネル選手ですね。このサイドの攻防で、あ、これダブルボランチだからこうですね。でサイドの攻防で勝つ、ここの1対1で勝つっていうのは非常に重要です。やっぱサイドって起点になりやすいので、はい、ここの1対1でやっぱり勝ち切るっていうところ、あと運動量で負けないっていうところですね。で、今回で言えば、まあ、柏選手もハイネル選手も相当運動量もあるので、ここでどうやって、ね、勝ち切るかって、それでこそ鈴木統一選手なんて、まあ、結構前なんですけど F マリノス戦中川選手止めたりとか、はい、この力でやっぱ上回ってたからこそ湘南のいい攻撃につながったっていうのはあるので、やっぱサイドのここ一つキーですね。この両選手がサイドの攻防で負けない、あとはより高い位置、ターゲットとなる、選手がより高い位置で受ける、それに対してのサポートをより早くするっていうところが、やっぱよりチャンスを作るっていう上では湘南は必要かなっていうふうに思いますね。まあ結果的には 1-0 で、サンフレッチェ広島勝ったという試合ですね。はいはい、はい、ベストゴールとベストセーブを発表したいと思います。はい、でベストゴールはですね、清水エスパルスですね、ヘナト・アウグスト選手の84分のあのスーパーシュート、はい、あれをベストゴールに挙げたいと思います。退場になって北海道コンサドーレ札幌が10人になって、まあ、ちょっとね、あの体力も失ってちょっとスライドが遅れたといえど、あのシュートは菅野選手も手を弾いてましたし、コースもえげつなかった、はい、はい、あれはちょっとなかなか打てるもんじゃないと思って、今回ね、はい、はい、ベストゴールに挙げさせていただきました。でベストセーブなんですが、はい、セレッソ大阪キム・ジンヒョン選手の終了間際の、はい、FC 東京のレアンドロ選手のヘディングですね、はい、あれ多分本人も入ったと思ったと思うんですが、もうギリギリのところでこうね吐き出してっていうところで、はい、はい、引き分けを勝ち点1をもぎ取るっていうね、活躍をしたっていうところで、はい、キム・ジンヒョン選手のを終了間際のセーブをベストセーブにさせていただきたいと思います。はい、今節 J1 第9節のベスト11と MVP を発表したいと思います。ベスト11なんですが、早速、キーパーから、はい、キム・ジンヒョン選手、セレッソ大阪ですね、はい、はい、もうスーパーセーブを最後に見せましたね、はい、さすがキム・ジンヒョン選手と、まあ、失点が少ない、ね、セレッソ大阪失点が少ない理由の一つですね、はい、素晴らしいキーパーがいる、はい、はい、ですね。で守備なんですが、川崎フロンターレから2名もう大好調というか強いですね。大好調、はい、JJ 選手と谷口選手、はい、ですね。もう安定してますね、個人対人も強いですし、はい、もう安定してます。でですね、試合には負けたんですが、ちょっともう個人的に、はい、エドワルド選手、はい、エドワルド選手ですね、サガン鳥栖、もうスーパーカバーリングがあったんですよ、はい、1回、はい、もうすんごいの、あれはね、だから守備者として、はい、すごく気持ちいいというのですごいなと思って、はい、勝手にちょっと今回はね、はい、選ばせていただきました。試合には負けたんですが、で、ボランチヘナト・アウグスト選手、まあハードにやっぱ守備も行ってましたし、なんせあのシュートがすごかったっていうところですね、はい、で、あと鹿島アントラーズレオシルバ選手、まあ本当球際がもう強いですし、はい、球さばきもやっぱ素晴らしいっていうところですね。で、前なんですが、左から柏選手、はい、サンフレッチェ広島、やっぱり彼の仕掛け、あとセンタリングのタイミング、あれはやっぱ独特のものがあって、はい、本当相手に当たらない素晴らしい間合いを持ってるというところで、やっぱりサンフレッチェ広島に必要な選手だなっていうふうに思いましたね。で、次なんですが、シャビエル選手ですね、名古屋グランパス、はい、1得点1アシストでしたか、はい、はい、大活躍で起点にもなってましたし、ゴールも決めてっていうところですね。で、もう一人名古屋グランパス前田選手、はい、はい、もう4得点大暴れ、
すごいですね。すごいですね。はい、もう大活躍っていうところで、はい。で、前なんですが、名古屋グランパス、金崎選手。はい。もうだいぶ起点になってましたね、前線で。はい、彼が起点になって体張って、キープしてっていう場面が多く見られたので、はい。で、もう一選手、レアンドロ・ダミアン選手ですね、川崎フロンターレ。はい。はい、というところで、ね、相手のミスを取って、カウントからのゴールというのは、もうね、さすがだと思いましたよね。はい。というところで、今回のベストイレブンはこのようになりましたね。ちょっとな名古屋グランパスと川崎フロンターレが多く選出になりましたが、そうですね、はい、なりましたが、まあちょっと好調という部分だったり、試合内容的な部分を含めてですね、はい、今回はこういう感じになりました、はい、でですね、今節の MVP です。はい、もう MVP は今節はもう一人しかいません。はい、まあまあいつも一人なんですけどいつも一人なんですけど、名古屋グランパス前田選手。はい、はい、もう4得点ということで、はい、もう大暴れというところで、はい、もう大活躍してましたね。はい、というところで、MVP は前田選手に選ばせていただきました。J1 第9節を解説させていただきました。ということで、新たな試みで、ホワイトボードを使ったりとかマグネットを使ったりとか、いろんな新たな試みをさせていただいたんですが、皆さんのご意見をね、どしどしお待ちしてますので、皆さんがね、J リーグを楽しんでもらえるように、さらにね、いろんな角度から解説もしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。